こんにちは、バーチャルネコチューバーのなーたんです。今日はポータルミックスをMIDIコントローラーで操作する方法についての紹介です。こんな情報を必要としているのって多分日本中で10人くらいしかいないんじゃないかなと思いますが、いろいろつまずいてムカついたので情報共有として動画にしておきます。そんなニッチな内容の動画です。今回の内容はこんな感じ。またちょっと長くなります、ごめんなさい。とりあえず前書きとして私の環境を説明しておきます。使用した機器はベイビーフェイスプロの FS とコルグのナノコントロール2です。ホイール付きのデバイスや MCU に対応しているデバイスならもう少しできることが多いかもしれません。あと動画内の表記はこんな感じです。ノートがヤマハ式ではないのでそのあたりは注意してください。それでは基本的な設定方法です。まずオプションの Enable MIDI Control にチェックをつけます。それでセッティングの方の MIDI のタブで、MIDI コネクションに、コントローラーを設定するだけです。サブミックスの選択がうまくできないときは、このサブミックスリンクドトゥーミディコントローラー。この番号とこっちの設定したコントローラーの番号が合っているかを確認してみてください。次に操作可能な箇所を説明していきます。まずはヘーダー部分から。パンとパンをセンターに戻すと、ミュートとソロ。あと、フェーダーセレクト。これはシフトを押しながらクリックした時と同じセレクトになります。あと、ゲインとフェーダーの上げ下げ。あとはサブミックスの選択ができます。右側のコントロールスプリットでは、マスターミュートとマスターソロ。あとはトリム。スナップショットの1から8番で、リバーブのユーザープリセットとエコーのプリセットが選択可能です。ただこのリバーブとエコーの音符自体はボタンがなさそうです。あとシフト押しのフェーダー選択がさっきありましたが、その一括解除のボタンもなさそうです。この辺はなんか片手打ち感があります。で、コントロールルームですね。こっちは結構充実してます。ディムにリコール、スピーカーの B、モノ、トークバック。あと Q もですね、メインの後と、フォンの1と2の選択が可能になっています。という感じで、以上が MIDI コントローラーで操作可能な箇所です。あとはこれらのノートや CC をコントローラー側で選んでやるだけなのですが、いくつか注意点があるので、それをこれから説明していきます。まず、マッキー用の信号です。これは、マッキーとかっていうコントローラー用の割り当てで、マニュアルには MIDI のノートは載ってないんですね。でも実際は MIDI 信号なので、ノートを設定してやれば動きます。ただし、セッティングの方で、このマッキーコントロールオプションのところで、Enable Protocol Support というのをチェックしないと使えません。多分デフォルトでチェックはついてるんですが、動かないときは確認してみてください。そして、マッキー用の信号を使うのなら、このMIDIアウトの方にも何かを指定しておいた方がいいかもしれません。飲んだと、後で説明する選択範囲が表示されなくなります。あと、重要なのが、この下の2つのオプションですかね。マップステレオ2にモノチャンネルズとサブミックスセレクションインインプットプレイバックロード。これは、後で説明しますが、上のマップステレオなんちゃらの方は外して、サブミックスセレクションの方はつけておくというのがおすすめです。この辺は後で説明します。で、マッキー用の信号の最大の注意点は、どのコマンドも8つまでしか割り当てるノートがないことです。
なのでフェーダーの数には全然足りてません。これをどう解決しているのかというと、8チャンネル分の枠を上下左右に動かして操作するという方式になっています。その枠を操作するノートはこんな感じ。結構めんどくさいです。で、あとですね、さっきミディアウトに何か指定しておこうと言ったのはこれですね。指定しているとこんな感じで選択範囲に色がつきます。で、移動のめんどくささを少し改善するのが、これもさっき言った2つのオプションです。このマップステレオ2にチャンネルズっていうのをチェックを外すと、ステレオに1チャンネルしか割り当てないようになります。なのでベイビーベースプロなら横方向の移動しなくて済むようになります。もう一つは縦方向の移動を少し楽にするオプションですね。このチェックをしておくと、選択範囲がアウトプットにない時でもサブミックスの選択が可能になります。逆にチェックがついてないと、選択範囲がアウトプットの量にない時はサブミックスを変更できなくなります。で、この設定にはちょっと罠があって、選択範囲とアウトプットでモノとステレオの構成が違うと、違う数値のサブミックスが選択されてしまいます。例えばアウトが選択されている時に2番を押せばそのまま2番が選択されるんですが、上のインプットのとこに選択範囲がある時に2番を押すと AN2 が選択されて、結果としてアウトの方の1番のサブミックスが選択されてしまいます。分かっていれば、まあそれに合わせて操作すれば良いだけですが、たまに混乱するので、まあちょっと良くないというか、こういう問題があります。これは解決策がいくつか考えられて、一つ目はですね、モノのチャンネルの一つをコントローラーから隠すことです。チャンネルレイアウトでこのモノのチャンネルを選択して、ハイドの設定をしてやることで、このチャンネルに割り当てがなくなるので、アウトとずれることはなくなります。まあ、デメリットとしてはハイドにしたとこはメディコントローラーで操作できなることですね。2つ目は、まあ、選択行を固定して使うことですね。動かさなければずれてても、まあ、問題にはならないかなと。まあ、デメリットとして他の行の操作ができなくなることですね。3つ目はですね、このサブミックスの選択を MCU のプロトコルではなくてチャンネル13の CC の信号で使うことです。コントローラー側で対応可能ならそれが一番良いかもしれません。で、マッキー用の信号でない方のフェーダーアリア手がこんな感じになってるんですが、こちらはチャンネルをフルに使って、フェーダー、64個のフェーダーまで操作できるようになっています。一つ難点があるとすれば、このミディチャンネルをフルで使っているので、ミディコントローラー側でチャンネルを個別に自由に設定できないと、一部しか操作できないことになります。トータルミックス用にコントローラーを買うときは、そのあたりを確認した方が良いかもしれません。ちなみに、ステレオを1チャンネルに割り当てるオプションはありません。すべてモノラル1チャンネル分に1つの数値が使われます。チャンネルレイアウトでハイドは有効です。で、こっちがノートの方のマップですね。7割ぐらいがマッキー用の信号になってます。次に、これはちょっとややこしいんですが、1つのヘーダーを1つのサブミックス内のインプットやプレイバックに割り当てる方法です。
違うサブミックスを選択しているときに、裏で他のサブミックスのフェーダーを MIDI コントローラーで動かすとか、一つのマイクに対してサブミックスごとにフェーダーを割り当てるみたいな使い方ですかね。フォーラムに一応情報があったので、それも紹介しておきます。やり方は、ウィンドウを複数出して、そのウィンドウごとに、このサブミックス、リンクドトゥミディコントローラーのチェックを変える、または外す。というのをすると、ウィンドウごとに別々にサブミックスが選べるようになります。それを出しっぱにして使うという方法です。ちょっとめんどくさい方法ですが、一応はこれでできるとのことです。逆に言えば、この方法以外ではなさそうです。でもまあ、私はこの複数のウィンドウを違うサブミックス状態で表示しておけるということを初めて知ったので、ちょっと驚きました。で、最後に自分が行った設定です。ナノコントロール2は、MIDI チャンネルの設定が縦のラインごとにしか選択できないので、ボタンをフルには使えていません。この上のノブも、S と M と R のボタンも、フェーダーと同じ MIDI チャンネルとしてしか使えません。なので、ノブとフェーダーを 0dB を境に区切って使うことにしました。104は 0dB で、それより上と下で分けて使うようにした感じですかね。一応は最初と最大の設定ができるナノコントローラーなのではの使い方かなと。おそらくミリ信号を変換するソフトを使えばもっと細かく使えるとは思いますが、さすがにめんどくさいので私はやめました。まあそんな感じですね。最後に、本当の最後に謝罪です。この動画の情報は、だいたいこの下記のフォーラムを参考に、作りました。先人の海外に来た時にはこの場でお礼を述べさせていただきます。そんな感じで、長くなりましたが、皆さんの参考になりましたらこれ幸いです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。